さて、貴様はどうするつもりなんだ。どうすると、この状況でなお貴様は王になるだのと語り、悪事を働くつもりかと聞いている。悪事だと？中途で出張ってきた羽虫の分際で大きな口を聞いたものだ。誰のおかげで天使長の座につけたと？肩書きにあぐらをかき増長しているらしい。舌が回らぬよう首と胴を切り離してくれようか。俺はかつて貴様がした行いを許さない。絶対に。本来ならば今すぐにでも貴様を塵へと返してやりたいところだ。気づいているようだな。何？どういうこと、サンダルフォン？奴はベルサスを自身のコアに変え、その力を行使していた。根源となる力を君の母親に返したとはいえ、奴自身の因果にはその力の残滓が未だ色濃く浸透している。つまり奴はベルサシアの気配を察知し追跡できるはずだ。なんだって、それは本当なのか、ベルゼバブ？だったらどうする？神戸を垂れて巫女探しを懇願するか？もっとも巫女そのものはもう存在していないようだな。てめえ、この野郎！だが貴様とて追跡しない道理はないのでは？ベルサスを取り戻したいのだろう。ベルゼバブ、僕はこう言った。母さんと天使どっちも救いたいって。ほざいていたな、そのような都合のいい綺麗事。まだ諦めてないよ。あの時母さんの声が聞こえたんだ。ベルサシアになった後なのに、きっときっとまだ希望はある。僕は得意点なんだ。不可能だって可能にしてみせる。母さんを助けられる。確かに、グランとジータ、それに私たちならきっとなんとかできる気がします。だってこうして今空の世界は救われたんですから。今度は僕がお前を利用する。ベルサシアを探させて、その後母さんを助ける。おお。そしてもう一つ、お前を気が済むまで殴りたい。クロン、一連の事件、母さんのこと散々僕たちを困らせて悲しませもした。だからぶん殴ってやりたい。よかろう。余も貴様が得意点として並び立つのが尺だったからな。存分に殴り合おうではないか。得意点同士の衝突、また空が危険にさらされるのは。じゃあ危なそうな時はサンダルフォンが止めに入ってね。な、おい待て。私もこいつをぶん殴る。愉快愉快、まとめてかかってくるがいい。力と力の衝突、是非もない。全力を持ってこのベルゼバブを楽しませよ。お前とはここで決着をつける。ここまで我慢してたけど、思う存分ぶつけさせてもらうから。戦いはまだ始まったばかりよ。よもや息が上がってはおらぬだろうな。おまぎれにしてくれよ。勝負を検証する。見た、
がしてくれたように、今度は俺が支えよう。何度でも。つもりか？まだ余は倒れておらぬぞ。今ので分かっただろ。お前は僕たちには勝てない。それこそ神の力を宿したベルサスをベルサシアから奪いでもしない限りね。分かったらベルサシアを、母さんを探しに行くんだ。言ってくれるではないか。ベルサシアはまだあの空間に残されているのか。こちらに出てこないところを見るに、ルシファーとコーチが抵抗しているのだろうな。だがその方が都合がいい。まとめてほふってくれるわ。そしてその後、圧倒的力を持って貴様らと決着をつける。さらばだ。待て！
奴はこの空で未だ最も混沌に近い存在だ。ゼロポイントへの入り口も直に見つけることだろう。次に君らの前に立ちはだかるのはベルゼバブかベルサシアか、どちらにしても最大の戦いとなるはずだ。せめてその時までは休息を。俺は世界の再生のために尽力しよう。ありがとう、サンダルフォン。ひとまず戦いは終わったと見ていいのだろうか。どうやらね。すごく大きな戦いだったと思います。カタリナが帝国に戻った時はまだこんなことになるなんて想像できなかった。思えばあれが始まりだったか。あの時は本当にすまなかったルリア、グラン。いいんですよカタリナさん、みんなでまたこうして集まれたんですから。本当、思い返してみるといろいろあったな。帰ろう、グランサイファーへ。ジータもね。うん。